皆さんこんにちは。1819年、インドで奇跡のような大発見がありました。イギリス人商工のロデリック・ジョーンズ氏がムンバイ近郊で虎狩りをしていた時のことです。虎の足跡をたどっているうちに、彼は奇妙な洞窟にたどり着き、その中で彼はあっと驚くものを発見したのです。インドは地球上で最も古い文明が栄えた場所の一つで、この国には様々な伝統や伝説、また無数の古代建築や遺跡が残っています。ロデリックは虎のことも忘れ、この洞窟の奥へと歩いて行きました。よく見ると内部の壁面には彫刻のような模様もありました。岩の下の細い通路を進んでいくと、その先には岩を掘って作られた何重もの寺院や修道院らしき空間がつながった巨大な洞窟寺院群が広がっていました。専門家たちも驚いたことに、この洞窟は古代建築の大傑作ともいえる仏教寺院だったのです。最初にこの洞窟に彫刻が施されたのは紀元前2世紀頃で、その後しばらく簡素なシェルターのように使われていたようです。紀元4世紀から6世紀になると、この洞窟は壁面が彫刻や壁画で精巧に装飾された3階建ての僧院となり、数百人の僧侶が生活するようになったのです。アジャンター石窟群はワゴーラー川沿いの岩壁に位置する、紀元前2世紀から紀元後7世紀半ばにかけて築かれた古代の仏教石窟寺院群です。5世紀末にハリシュナ王の治世が終わり、バーカータカ朝の支配が揺らぐと、この洞窟も次第に廃墟と化したようです。洞窟の周囲には木々が鬱蒼と生い茂り、入り口も植物で塞がれてしまいました。こうして図らずもこの洞窟内には特殊な微気孔が形成され、遥か昔のフレスコ画が良好な状態で保存されたのです。これはインドだけでなく世界的に見ても類例のない珍しいケースで、そのおかげで現代の私たちも古代の巨匠たちの傑作を堪能することができるのです。今回はここまでです。ぜひコメントにご感想をお書きください。この動画が気に入ったらいいねを押してください。ではまたお会いしましょう。